翔猿がなどうなったな、俺その一番しか興味ねえよ。ほんで決定戦になったら面白いなぐらい。そのぐらいかな。今場所あのまんまだから、優勝かさらしたくないな。まあ大方の予想はもうそのままいっちゃうだろうっていうんだろうけどな。ほぼ8割方だろ。順当にいきゃ。まだ番狂わせあんねえのかなみたいな。番狂わせっていうか、どうだろうね。正代がやっぱり行くのはもう大方の予想はもう正代なんだよ。だって切れてるもん相撲が。ああ。はい、ギャラカさん、こんにちは。大阪はずっと曇りだぜ、今日は。あんたたち行くわよ、ケビ。長渕だよな。俺がモノマネすんのと同じ歌い方してんだろ。ノリーなあ。頭に長渕ワンはもう、そんなそこまで熱く怒ってこないよ。だってジャンル的には長渕剛は俺常に言ってるけどロックじゃないからね。フォークシンガーだからね。マジで。ロッカーじゃないから。そう、フォークだから。なんかどっかから変えようと思ったのかわかんないけど、純子、ああ石野真子と結婚した頃だろ。だいたいコンサートでよ、おめえよ、自分のおめえ女の名前歌詞にダメだよ。ファンは喜ぶかもしんねえけどなあ。お前こ君の名を呼べば僕は切ないよなんて歌っちゃってんだから。ああ
だからダメなやつだったんだよ。ああ、でもな、俺好きなんだよな、あの長渕剛の映画とかね。ああ。俺はね。あの、あ、トンボもいいよ。うん。あのね、俺はどっちかっつったら、長渕のああいう方がいいね。あのたけし映画はあの、うん、オルゴールな、うん、たけし映画はねちょっとねえぐいんだよ。あのなんかうんそうじゃないんだよな長渕の映画って、うん、映画っていうかそのドラマもそうだけど、ああ本当はこうなんだよなっていうのがよくわかるから、うん、なんか整いだから、これ私にって今あの最後の声誰だった、これ誰だろう、これみゆき、アヌスの鏡に出てた人、ヤヌスか、アヌスじゃなくて、うん、アウトレイジはね違うんだよ、あの整いすぎちゃってんだよ。あの、いやいやいや、そんなかっこよくねえぜみたいな。ああ。うん。あんなかっこよかねえよ。ああ。けどな、死んでくやつさえもかっこよくなっちゃってるから、ああ、死んでくやつは基本かっこよくないんだよ、無様に死んでいくのを、うん、そういう取り方はしないからね、あんとこの事務所は乗り込んでってよ、やっぱこうやって渡されてよ、けじめつけてんだったらてめえ縁故飛ばしてけよなんつって、そんな目の前で落とすやつなんかいねえだろ。ああ、そうだろ。
ていうかまずそこへ上がらねえよ。うん、椎名吉平、うん、首ちょんぱだろ。うん、だもう大概もう定番中の定番だよな。女の家とか、あの女が勤めてるあの店でとか、大体パターンだから。あとは名誉、あの歯医者とかよ、床屋とかな。うん、お、これはセイシェルの夕日だな。もうこのもう入りでわかる。これ松田聖子だぜ、絶対に。なあ、シングルカットされてねえだろこれ。ゲッツ。イントロドンじゃねえけど、なあ、バラードとしてはうん、いいね。こう曲をさ目つぶってさ、なんか俺セイシェルがどこなのかわかんねえけど、なんか情景が浮かぶよね。